現在の電気使用状況を一目で確認できます。トップ画面では現在の電気の流れが表示されます。使用量目標達成度画面では設定した目標値に対する達成度や月末の予測使用量がグラフなどで表示されます。アドバイスでは節電アドバイスが表示され、使いすぎている回路や時間がわかります。今月の内訳では今月の回路ごとの使用電力量の内訳を表示します。電気の自給率画面では電気の自給率と自家消費率がグラフなどで表示されます。現在の電気画面ではペンギンのイラストで使っている電気の流れが表示されます。設定した目標値に対する目標達成度も表示されます。